はい、本日はカルロス・メイ選手、南海ホークスでございます。メイ選手は、まあ、あと後ほどね、また詳しいね、お話しさせていただくんですが、ちょっと手にね、不自由を抱えていたわけなんですかね。それでもね、日米でね、好打者としてね、活躍された選手なんです。メイ選手はアメリカ出身。1966年、シカゴカブスにドラフト1巡目指名で入団。1年目からマイナーでは3割3分8厘、2年目3割3分というね、好成績を残しまして、2年目の1968年9月にメジャーデビュー。そして翌1969年は100試合で2割8分1厘、18本塁打でね、成績を残されるんです。その多くにね、まあ、兵役ということで、まあ、行くわけなんですけれども、まあ、こちらね、ございますようにね、追撃法っていうんですかね、掃除をしていた時になんか、誤ってね、爆発しちゃったみたいらしいんですよね。そして右手の親指の第一関節からね、先がね、まあ、欠損するというね、事故を起こすわけなんです。事故を振るのに、ちょっと大変じゃないですか。まあね、この怪我をね、克服してね、まあ、独自のね、まあ、バッティングというものを編み出してね、その後ね、活躍されるわけなんですよ。72年には3割8厘、そして73年には20本塁打、ヤンキース、エンゼルスを経まして、メジャー10年の通算成績は1165試合で、1127安打、90本塁打、536打点、85盗塁、打率2割7分4厘という成績を残されまして、29歳でね、来日南海ホークスへ入団するわけでございます。メイ選手が入団する前、1977年、こちらね、パリーグの順位表になるわけなんですが、南海ホークスは前期が2位、後期が3位ということで、トータルね、2位に終わるわけなんですよね。前期後期って何ですかというふうなね、以前ね、コメントもいただいていたわけなんで、それに関してはですね、こちら動画上げさせていただいているわけなんですが、まあ、簡単に説明しますと、当時のパリーグは前期65試合、後期65試合、トータル130試合なんですが、前期の優勝チーム、後期の優勝チームというのがね、それぞれ決まるわけじゃないですか。そしてそれぞれの優勝チームがプレーオフを戦いまして、パリーグの優勝チームを決めるというね、制度がね、当時あったわけなんですね。その1977年、選手兼任監督としてね、こちら野村克也選手が活躍していたわけなんですが、2割13厘ながら16本塁打という成績を残されていたわけなんですが、なんとオフに、まあ、野村克也監督解任ということになるわけなんですよね。そしてこちら4番を打っておりましたホフキン選手、2割6分6厘、16本塁打の成績を残しているわけですが、4番、5番がいなくなりましてね、そしてですね、若手の柏原選手も2割5分5厘18本塁打とね、成績残されていたわけなんですが、野村克也監督のね、解任に伴いまして、トレードということでね、日本ハムへ移籍してしまってね、まあ、こちらのね、3人がね、いなくなっちゃうわけなんですよね。そしてですね、まあ代わりのクリーンアップを打つの4番を打ってもらいたいということで、メイ選手をね、獲得するわけなんですよ。そして来日1年目、1978年、こちら開幕オーダーになるわけなんですが、メイ選手は4番レフトですよ。門田選手と3番4番、コンビをね、組むわけですよね。しかしこの年の門田選手はね、全然3割25本打ってるわけなんですが、2割5分15本の間に終わってしまうわけで、そして柏原選手と交換トレードでやってまいりました。オーダー選手もね、成績がね、あまりよろしくないというわけなんです。やはり3分5厘5本以内に終わってしまうんですよ。しかしね、一方の柏原選手は103試合全試合に出場いたしまして、2割9分4厘24本以内で、ね、初めてね、ホームランが20本超えね、活躍するわけなんですよ。そして4番を任されましたメイ選手、123試合で3割1分2厘12本リーダー80打点、まあ、3割打ってね、この80打点というのはチームトップの成績をね、残されるわけなんですよ。まあ、しかしながらね、前年2位だった成績はなんと最下位に、ね、終わってしまうわけなんですよ。そして2年目の1979年はこちらね、以前動画上げさせていただいておりますが、大天井選手もね、加わりましてね、強力クリーンアップ、カブタンメイン、大天井で行きたい、そんなところじゃないですか。そして迎えましたこちらがね、開幕オーダーでございます。メイ選手はもちろん4番なんですけれども、これね、見てね、お気づきの方もいらっしゃると思いますが、門田博美選手がね、アキレス腱断裂の大怪我でね、まあ、開幕間に合わないというね、この年はね、まあね、戦力とってならなかったわけなんですよね。そんな中、メイ選手は4番で活躍、117試合で3割7厘26本塁打という成績でね、ホームランはね、去年はね、12本でね、ちょっと4番としてはというところだったんですかね、まあ、倍増というわけじゃないですか。まあ、しかしながらね、南海ホークスはこの年もね、5位に終わるわけなんですよ。
そしてこちらが3年目、1980年開幕オーダーになるわけなんですが、相手が近鉄バファローズ鈴木啓司投手、左ピッチャーということはありますね。ちょっと右バッターが多いね、こうオーダーにはなっているわけなんですが、門田選手もね帰ってきたわけじゃないですか。梅選手は124試合で3割2分6厘27本塁打と活躍。なんとね、来日1年目から、ね、3年連続3割で、ね、ホームランも、ね、味方上がりね増えていくわけですよね。中央門田選手もね、怪我から復帰、背番号も27から44に変えてのね最終発、2割9分2厘41本塁打で初めてね40本以上のねホームランを打つわけですが、今年もね何回かね再開に終わってしまうんですね。後にね、門田選手はですね、梅選手のことをね、久しぶりに迫力のある外国人やったとね、そしてね、指がね欠損してるわけじゃないですか。しかしながらね、うまいことホールインよっていうことなんです。確かにね、親指ねさ、第一関節なくてねボールね投げるってなかなか難しいと思いますよね。一度はそれでね、もう野球の道をね諦めたけどね、努力でね復活されたわけじゃないですか。それに勇気づけられてね、中田選手ご自身もですね、ケスケン打率から復活してホームランをね打つまでやめないぞというね気になったとねおっしゃってるんですね。梅選手ね、だんだん日本のね役に生まれて成績も上がってきてね、まだ32歳ということでね、4年目もね期待するわけじゃないですか。しかしながらね、6月にですね大怪我というかね、右膝のですね剥離骨折、これがね痛かったんですよね。何回球団としてもね、チームとしても痛かったと思うわけなんですが、50試合の出場で2割5分9厘5本塁打という成績でね、この投手で代打、そしてね、引退されるわけなんですよ。メジャーではね1000本以上の安打を打っているわけなんですが、お兄さんのねリー・メイという選手はねこちらになるわけなんですが、お兄さんねもっと、ね、打ってるわけなんですよね。なんと76年には打点王に輝いてね、2031安打354本塁打というね通算成績ですからね、兄弟で初めてオールスターゲームにもね出場された選手となるわけなんですよ。メイ選手背番号17じゃないですか。背中のねメイ17というねちょっとお写真なかなかったんで、こちらねロッテの佐々木朗希選手のねお写真になるわけなんですが、佐々木17ってなってるじゃないですか。メイ選手の場合はメイ17なんですよね。ちなみにメイ選手の誕生日は5月17日なんですよ。まさにね背中にね誕生日をね背負ってねプレーされていたとも言えるわけなんですよ。こうやってなかなかねレアなケースですね。日本人の選手でね、弥生選手とか佐々木選手なんて出てきたらね、そういうことできるのかもしれないですけど、ないでしょうね。梅選手日本でのね4年間の通算成績は415試合で431安打70本塁打252打点打率3割9厘という成績を残されております。4年前ね怪我があったわけなんですよね。それまでね3年連続3割打ってるというのはねなかなかね有料助っ人と言えるのではないですかね。梅選手ね1年目から3年目はね右肩上がりの成績なんですが、逆にね何回起こすかね、この時からね低迷期が始まるというのはねちょっとね辛いところですよね。本日は何回起こすカルロス梅選手をお送りいたしました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では